車椅子の事故についてのお話をしていきたいと思います。で、ちょっと、危ないことがあるかもしれないので一応マットもご準備させていただきました。で、ちょっとモデルさん座っていただいてもよろしいですかね。で、車椅子に、しっかりとお尻を奥まで入れて座っておかないと、事故が起こりやすくなりますよというそんなお話になります。で、あとフットサポートの足を、はい、で例えば、フットサポート長の調整がをしてないがために、膝が上がってしまってますと。でその状態が続くと苦しいのでお尻を前に滑らせてしまうと、はい、こういう姿勢になってしまったよというパターンでですね、例えば、ここにテレビのリモコンを準備させていただきました。でこのリモコンをちょっと遠くにあるからこれ取りたいなと思ってこう手を伸ばしていただくとですね、こんな風に意外と簡単にびっくりですね、はい、意外と簡単に後ろの車輪が浮いてこうやって前方に転倒するっていうリスクがあるんですね、はい、でこれが例えばなんですけども、これしっかりお尻を奥まで入れて、フットサポートを調整してですね、お尻を奥まで入れてたとします。その状態でもう一度取っていただいてもよろしいですか。そうすると、あら不思議、ね、普通に取れるんですよね、はい、ありがとうございます、はい、そう、あのお尻の位置、まあ、しっかりと お尻奥まで入れて座れてるか座れてないか、ね、というところでこれだけ実は事故につながるかつながらないかというところが影響が出てきますよというふうになります。ですのでやっぱりしっかり とこういうふうに姿勢が崩れないように、調整をしていただく、例えばフットサポートの高さ調整だったりとか背張り調整だったりとか、肘掛けの高さ、また、チルドだったりグライニングの操作だったりですね、そういったものをしっかりと気をつけていただければと思います。で、ちょっとここでですね、豆知識というところでお伝えしておきます。で、例えば、まあ、今みたいなシチュエーションが起こり得るパターンというとですね、例えば、後ろから介助される方がですね、こうやって押してきてですね、押してきて、はい、ちょっと待っててねなんてブレーキかけて、どっか行って目を離した隙に、リモコン取ろうとして倒れるんだよみたいなパターンなんかはあり得るのかなと思います。でそんなことを防ぐ、そういうことを起こりにくくする方法っていうのがあるので、まあ、それをご紹介します。でこう後ろから押してきてですね、止めるときに今、この状態で止めてしまうとですね、前輪のこのキャスターっていうのが、後ろを向いてる状態になります。でこれを最後にちょっと後ろに引いていただいて前輪のこの向きを前側にしていただくんですね。でこの状態でちょっと待っててねとしていただきます。そうするとですね、先ほどと同じシチュエーション、例えばこれで、長時間座っててお尻が前の方にずれてきてしまったよと、前の方に来てもらっていいですか、はい、でその状態で同じように、これを取ってもらってもいいですかね。そうすると、はいね、姿勢が悪くなったとしても転倒することが防げるよというふうです ね。なのでありがとうございます、はい、やはりもうしっかりとお尻を奥まで入れて座っていただくというのは前提なんですけども、もし、どうしても長時間目を離さなきゃいけないよとなった時にはですね、こんな風に最後に、後ろに引いてキャスターの向きを変えるということをやっておいていただくと安全に使えますので、まあ、そこも覚えておいていただければと思います。